こんにちは、坂井ギタースクールです。今回はね、メロディーと伴奏で、音のね捉え方っていうのは違うんだよっていうね、ちょっとそんなお話なんですけれども、今日ねレッスンで、たまたまちょっと取り扱った内容で、メロディーっていうのは、基本メロディーってね、単旋律でやっぱり考えますよね。で、歌のように、ちょっと考えておくと分かりやすいかなと思うんですけど、ちょうどねひまわりのこのひまわりを使ってたんですけどね、こういうメロディーを歌う、これタララン パーバ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 ーってこうね声に出して歌おうとすると、次の音出した時には前の音はないですよね。これが単旋律の、原則というか、次の音出したら前の音は切れる、なくなる、で、その2回目のフレーズで、これCフラットを3弦の3フレットで押さえてて、次2弦の開放で C を出す、こういった場面ってギター弾いてるとねもうよくあるんですけど、こういうメロディーの取り方は1音目は3弦、次のメロディーは2弦の開放で取るみたいなね、でその時にこの3の指を離さなかったらどうなるか、次の2音目の音を弾いた時に音が重なるんですよ。 C のフラットが残ってるんでね、ラのシャープ、こういう感じだから、次の音を出す時にはこの C フラット、ラシャープの音切れてないといけないんです。だけど結構ね残してしまって、こういう風にこの違いだけでも全然そのクリアさが変わってくるんですよ。でメロディーで濁ってるって結構僕としてはね、これなんかそこ残っちゃいけない音っていうすごいそういう感覚になるんですけど、多分それはね意識の違いだと思うんですよね。これをちゃんとメロディーと単旋律として捉えてるのか、なんかこう漠然と次の音はこれ、次の音これみたいな、メロディー伴奏とかあまり意識してないと、音重なってたところでそんなに気にならないかもしれない。だけどじゃあこういう重なった音歌えますか、メロディーとして歌えますかってなったら歌えないじゃないですか。2人いないと無理みたいなね、たーでこう2つの音が混ざり合う、半音のね差だからなおさらここって気になる音だとは思うんですよね。だそういう音を次の音が出るときにうまく切ってあげる。で、Cの後に出てくるミ、ここは、音的にはね、この和音の響きを考えたときに
そんな気になる音ではないんだけど、メロディーって考えたらやっぱり僕はここで1弦2弦弾いた後1弦弾くときにアポヤンドでね、2弦の音を1弦弾いてアポヤンドで止めるっていう風な弾き方をしたりもしますけど、だそれがこう和音の中でね響いてて、違和感のない音だったらそこまで気にしなくても、そのメロディーとしての役目はねうまく終えられる、あとは、コードの響きとしてその音が残ってても大丈夫っていう判断をするっていうこともまあ可能だとは思うんですけど、こういう半音でそもそもね、これはコードの音でもないしコードトーンでもないしっていうような音が出た場合にそれが残ってしまうと非常にあれっていう、濁ったサウンドが生まれる。なのでちょっとそういうのは、コードトーンとしてね、伴奏としての役目の音なのか、これはもうメロディー単旋律ですっていうそのメロディーなのかっていうのをよく考えて、ね、ちょっと処理したい。この曲だけじゃなくても結構その複数弦を使ってのメロディーってまあどの曲でももうしょっちゅう出てくるんですよね、なので、ちょっとね音によってはここは本当に気をつけなきゃっていう音意外といっぱいあるんですよ、だからまあ普段からメロディー、自分が弾いてる今この音弾いてるこれはメロディーなのか、もしくは伴奏なのか、で和音を分散したようなアルペジオだったら響きを残しておくっていう選択を取れるんですよね、だけどメロディーだったらちょっとみたいなね、ところだと思うんです。ということでちょっとね、その辺もしねなんか曲やっててあんまり意識してないなっていうところとかね、なんだろうこの音はみたいに感じてたりとかするとね、ひょっとしたらあこのメロディーを残してたからかもとか、あるかもしれない、まあぜひ、役立ててみてください。